吉谷さん、少人数制個別指導っていうね、学習塾とかありますよね。あのやっぱりね、不特定多数大多数の人にファミレスみたいにお料理を提供するところもあれば、1日1組とかね、1日2組みたいな予約専門みたいな高級店もあるわけなんですよ。どっちも満腹になるのは同じなんですけども、どちらがよりもっともっと味にこだわって、プレゼンにこだわって安心感を持って臨めるかっていうと、やっぱり一目瞭然ですよね。軽く立ち寄れる手軽さもファミレスにはありますけども、じゃあ高級感や思い出とかね、あのじっくりとお料理やその環境を楽しみたい方ってのは、ファミレスを選ぶよりもやっぱり個室店とかクオリティの高いところ、お値段は高くても選ぶんじゃないかなと思います。そしてですね、そのクオリティの高いところっていうのは、やっぱり人生に大きな転機とか思い出をくれるんじゃないかなと思うんですよ。ね、お料理の話ばかりで恐縮ですけども、やっぱりね、2万3万で1食食べる料理ってのは思い出に残りますけども、300円、500円のランチって、まあランチに行ったってことは覚えてますけども、うん、そこでどのように噛み締めながら食事を楽しんだかっていうのはなかなか覚えてないもんですよね。そんな感じでやっぱりね、あの、新しい第一歩を刻もうとするなら、なるべく少人数でみっちりいける。直接、教われるところとか学べるところがいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。ですんで、ある意味これね、再生数が少ない人の特権だなと思うんですよ。あまりにも人気が出ちゃうと、それこそね、もうあっちにもこっちにも気が向けられないってことになっちゃいますんで、そうなるとサポートがものすごく薄いものになって、結局質が悪いよねってことになっちゃいます。まあ、ですんでやっぱりね、人気の講師っていうのは、まあ、ある意味自分の力が十分発揮できないから誤解されちゃうのかもしれないですよね。まあ、その点マンツーマンとかマンツー10くらいだと、本当に一人一人にこだわった骨の髄までのサービスが提供できるからいいんじゃないかなと。まさに豆にできるってことですよね。豆にすることも、もうやっぱり繰り返し繰り返しやっていくと、まあ豊作になるんじゃないかなっていうね。上に曲がるって書いてね、豆がね、積み上がってもこうやって曲がるぐらい、重くて曲がるぐらい、豊かになるんじゃないかなということで、尾崎豊でございます。 I love you